今日も翻訳したものを読んでいこうと思います。実は昨日から始めた動画の訳の方はちょっとストップして、実は昨日の夜マリナ・セレンさん、だから例の超能力者のマリナ・セレンさんの他の動画っていうか、最近のとか、あと過去のとか10個ぐらい見つけたんですよ、新しいの。だからそれをね、一番新しいものから訳そうと思って、昨日のクリスティーヌ・アップチャーチさんの動画はちょっと置いておいて、っていうのは彼女がインタビューしてる内容って今まで私が訳してきたものとかなり似ているっていうか、あまり変わり映えしないものなので、ですからちょっと一番最新のものをやりました。それはロバートさんっていう、ロバートカリルさんっていう、何人なんだろうね、英語での会話なんだけど、もしかしてこれアラブ系の人かな、カリルさんって、わかんない。その人の質問の方を訳しました。一番最新ですね、これマリナさんの。だからサムネのところにもマリナさんの一番最近の写真が貼れると思います。それでは行きます。アヌナキハイブリードで、宇宙とノーコンタクトをしてる、そうですね、チャネラーっていうか、ミディアム、ヒーラーのマリア・セレンさんに対するインタビューですね。それでは行きます。ロベアフってフランス語だとロベアフって言うんだけど、ロバート。あなたは、あなたとチャネリングしているブリルの女性とのつながりがあり、あなたは転生したと言っているのですが、本当だと私は思います。彼らとのつながりがあると今感じますか？マリナ、はい、もちろん彼らとのつながりがあるということは、私が彼らのソサイエティの一部であり、そのソサイエティから生まれ変わったのです。彼らの多くがまだそのソサイエティにいて、まだ続いています。ソサイエティにまだメンバーがいる、そしてまだ本当のブリルの乙女たちが今、生で私に思い出させようと手を差し伸べている。それでわかります。私が誰だったかとか、私たちがそのブリルソサイエティで研究してきたことが何であったのか、もっと思い出すのを助けてくれます。なぜならそのソサイエティはドイツの刑事上学協会である、ゲルシャフト刑事上学という名前がついていたからで、それは刑事上学を研究することが主な目的でした。それで本当のゲルシャフトになりました。現実のブリルソサイエティなのです。私の刑事上学の、その私の刑事上学への愛と私の刑事上学的知識は明らかで、現実の社会に直接接続されています。私がメタフィジックを勉強しているのを知っているので、彼らは私にコンタクトを取っているのです。私に手を差し伸べてくれて、教えてくれて、助けてくれ、覚えていてくれています。ロバート、彼らは今日までまだ存在しているソサイエティで、彼らは今日まで続いているのですね。活動しているソサイエティなのですか？マリナ、そうです。彼らは今でも続いていて、人々が知らないところでは、知らないことではマリナオル人々が知らないことではマリア・オルシックがまだ生きているということです。そして私は明らかにおかしいと思いますが、なぜなら彼女は、18世紀か19世紀に生まれた人だからです。彼女はまだ生きているようですよ。彼女は本物のエネルギーの使い方をマスターしています。それを利用して自分の寿命を正しくリンクして再生する方法を習得した。それだけではなく、今よりも優れたテクノロジーにアクセスする。それだからです。あの時よりも今は SSP プログラムで使われているような対抗技術のようなものがあります。次のノート出して3ページ目に行きます。なぜ彼女がまだ生きているのかについての仮説はあると思います。それが真実であると私は信じていますが、どうして彼女がまだ生きているのか分かりません。私が分かるのは、多くの人々が彼女がまるで生きているかのように連絡を取ってきて、彼女が地球に戻ってきていると報告をしていることです。トランス状態になって彼女とコンタクトを取った人もいます。彼女は私に手を差し伸べてくれました。
マリナさんの場合、トランスとかチャネリングしなくても、もう普通にこう普段の生活の中で何もしなくても瞑想もしなくても来るっていうことです。だから普通なんか機械を使うとか、そう、何かの機械を使ってチャネリングする人もいれば、なんだろう、そうですね、トランス状態にならないとできないっていう人もいるけど、マリナさんの場合はどんな時でも来るっていうことです。そして競技を教えてくれました。私の経験からそれが現実であり真実であることが確認できました。ロバート、興味深いですね。それで私が触れた、私が触れたかったことの一つは、彼女がこの本物のエネルギーを使っていたということですね。人々が以前リアルエネルギーについて、それが気候、気候ってよく中国の気候ってありますよね、キーコンとか言うけど、フランスでは気候で木ですね、であるかのように言っていたのを聞いたことがあります。それを説明して、どうしたらこのリアルエネルギーを利用できるのか、それは誰にでもできるのか教えてください。マリナ、 100% リアルエネルギーは正確に気候やプラーナと同等なものです。明らかにエドワード・ボロンのエドワード・ボロンという小説家による来るべき種族という作品、19世紀から20世紀ぐらいの小説だと思うのですが、確か19世紀だと思いますが、それは間違いないフィクションではありませんでした。内側の地球の存在の種族について話しました。それを描写して、地球全体に横たわっていて、それは TQ のような名前で呼ばれているエネルギーです。世界の起源のようなものは他にもたくさんあります。本の中ではそのエネルギーは不変で、エネルギーのようなもので、空間のあらゆる部分に常に存在を、普遍的な生体磁気のようなエネルギーのようなものだと説明されています。それが電気磁気のようなあらゆる形のエネルギーに変換されるのです。私たちが生きているこの周りにもあります。私たちは常にそのリアルなエネルギーでできています。私たち自身もエネルギーでできているって言ってますね。それはエーテル体のようなものです。今日はここまでです。新しい動画を見つけたので、これ一番最新のものを見つけたので、まあ、マリナさんが今23歳になった後のものですね。今まで私が訳していたのは、まあ、最近のものもスペイン語で訳したのもあるけど、その前のものも、昨日は2年前のものだったので、マリナさんが21歳の時のものだったので、あの頃は結構同じようなことを繰りごとみたいに言ってたりするから、何を訳しても結局内容が同じになってしまうので、被ってしまうので、ですから昨日偶然見つけたこの最新動画、それをこれから訳そうと思うのですが、まあマリナさんすごいですね。ちょっと大人びたっていうか、写真もね、ちょっと大人びた感じで、最近では前よりも違う感じの、そういういでたちしてますね。あとは私はこのテントウムシのキンダーサプライズを開けたいと思います。開けてなかったんですけど、片手でやります。携帯電話持ってるから片手でやります。今日はこっちのテントウムシさんから、リスの方はやらないですね。あとヒヨコがなんかね、可愛くなかったから、結局私はテントウムシを2つ買ったんですよ。テントウムシのチョコレートが2つあります。それでそのうちの1つを今日開封しようと思います。これねで、私小さい時、子供の幼稚園とか、その前まだ 2,3 歳の時、こういうなんか人形みたいなチョコレートが流行っていて、それでまあ食べてしまうと、この外側の包装紙がもったいないと思うから、親に言って、2歳か3歳ぐらいの時、取っといてって言って、そうですね、取っといてもらう、こういう感じで飾ってたっていうか、グラスとか入れとく食器棚に、ガラスの食器棚なんか見えるじゃないですか、飾っとけば。ここにずっと飾っといてもらったの覚えてます。いろんな、こんな感じで。
それでは中を見てみようと思います。キンダーズって私はドイツに行った時初めて知ったんですよ。日本では知らなかったです。ちょっとこれどうやって どうしようこれどうやったらできる、ここにこう置いてしばらくここにこう立てておいて、あれどうやったら立つ、これ携帯電話がどうやったら立つかわからない。